どうも皆さんこんにちは今日は私の好きな雨の日の撮影についてお話をしていきますちょっと今日の動画長くなりそうなのでよかったら1.5倍速とかにしてご覧くださいそれからちょっとこの間から喉と鼻の風が治らなくてあの声がかすれたりとかして聞き苦しいところがあるかもしれません 今日の内容なんですけれども、大きく分けて3つ。まず1つ目、私が雨の日によく使っているレンズについて。そして2つ目、雨の日のカメラバッグ。そして最後に、雨の日の撮影の魅力についてお話ししていこうと思います。 ちなみに今回初めてこのチャンネルに来たという方、私の主な撮影ジャンルはストリートフォトグラフィーです。使っている機材についてはこの動画の説明欄の方に載せてありますのでそちらをご覧ください。そして私の写真は基本的にはすべてロー撮影で Adobe Lightroom で現像したものになります。最近撮った雨の日の写真はこんな感じです。 ご覧いただいた写真はインスタグラムの方にもアップしてありますので既にご覧いただいた方も多いかと思います。それでちょっと余談なんですけれどもインスタグラムで「アルゴリズムの変化」っていうちょっとあの私もよくわからないんですけれどもインスタグラムの中での 改変みたたいなのがあったようでせっかく私のインスタグラムをフォローしてくれていても必ず毎回私がアップした写真が皆さんのフィードに現れるわけではないっていうふうになっているようなんですねせっかくフォローしていただいたからにはアップした写真を毎回皆さんにご覧いただきたいのでぜひ投稿のお知らせをオンにするっていう項目を設定しておいてくださいやり方は簡単ですまず私のプロフィールページに行ってもらってこちら ここをタタッッププししまます。すす。す。で、で次にに投稿のお知らせをををオンにするこここれだけですここを設定しておくと私が写真をアップした時に皆さんにお知らせがいくようになりますのでよかったら利用してみてくださいちょっと前置きが長くなっちゃったんですけれども今日の本題にいきましょう最近雨の日によく使っているレンズはこちらです 富士フ,フィルム X シリーズのキットレンズとしてもおなじみなので X ユーザーの方は持っている方も多いんじゃないかなと思いますキットレンズと呼んでしまうにはもったいないような優秀なレンズです XT2 を買った時に私はこのレンズキットレンズとして購入しなかったので後から追加購入っていうことで多めに支払うことになっちゃったんですねもう最初に買っておけばよかったなと思って後悔しました と言っても去年はこのレンズそんなに出番多くなかったんですよというわけで前回の動画の中ではこのレンズについては一切触れませんでした雨の日の撮影によく使っていると言ってもこれは防塵防塵滴レンズでではないんですよなので最初雨の日にこのレンズを使うっていう考えは全然なくて実際去年雨の日によく使っていたレンズっていうのはこちら 35mm f2 のレンズですね。これは防塵防滴仕様なので、これをメインで使っていました。 たまに他の単焦点レンズに付け替えるということをしていたんですけれども雨の日ってどうしてもレンズ交換面倒になりますよね天気さえ良ければ路上で行うレンズ交換も私はそんなに苦にならないんですけれどもちょっと雨の日は面倒ですね何が面倒くさいって雨をしのげる場所を探して移動しなきゃいけないっていうところです屋根があってさらに、 水しぶきの一滴も風で飛んでこないような場所を探すっていう風になるともうそれ自体がめんどくさくなっちゃってレンズ交換をおくになりますでなんとなく雨の日にこれをつけて出ていったら思いのほか便利だったということでそれ以来雨の日はまずこのレンズをボディにつけておいてその他のレンズはバッグの中で待機という感じになっています何が便利かっていうとまずはその軽さです 雨の日っていうのは傘を片手にカメラを構えるっていうのが基本になるので片手で軽々扱える軽さっていうのはとても助かりますそれから手ぶれ補正機能です片手で構えてシャッターを切るのでこの手ぶれ補正機能には相当助けられてます このレンズは F2.8 から4ということである程度の縛りみたいなのはもちろんあるんですけれども雨の日このレンズを使っている時っていうのはこのレンズで撮れるものを撮ろうというふうに頭を切り替えて使っています。さっきもも、ご覧いただいたただこの写真なんですけれども この写真を撮ったときっていうのは雨が相当強くなってきたので帰ろうと思ってレンズにも蓋をかぶせて撮影終了モードで歩いていたんですけれどもたまたま前を見たらライトの反射がきれいに3本入っていてそこに傘を差した人が足早に歩いていたのであこれ撮りたいなと思って急いで走っていって撮ったものです。 状況的にこれは望遠側だなと思ったので走りながら片手でレンズをぐりぐり回して 55mm の方に設定したんですけれどもこういう急なシャッターチャンスの時にもパパッと片手で準備ができてすごく便利だと思いますそしてこのレンズについてちょっと不便だなと思った点です この手ぶれ補正機能、オン・オフスイッチ、それからこの隣にあるスイッチ、名称がちょっとわからないんですけれども、F 値をオートにするのか、マニュアルにするのかっていうスイッチですね、これらのスイッチが知らないうちにオン・オフ、入れ替わってしまっているということがすごく多いです。 最近まで真冬だったっていうこともあって私撮影の時にはまあ左手だけではあるんですけどもこういうちょっと分厚めのムートン手袋をしているのでスイッチが入れ替わってしまった感覚が指に伝わりにくいのかなっていうのはありますちなみに右手手には違う手袋をしています。それから雨の日撮影シーンを探して歩いている時っていうのはカメラを首にぶら下げて。 このレンズ部分が雨に濡れないように傘をさしている腕の方でこうやって挟んで歩いているのでその時にレンズと服が摩擦してこうスイッチが入れ替わっちゃってるのかもしれないです。 インスタグラムの方に防塵防滴レンズじゃないレンズの雨の日対策どうしてますかっていうのがあったんですけれども、まあ、単純に濡らさなないいいよよううにすするっていうしか方法ないですよね XT2 のボディは防塵防滴なのでそんなに気にはしていないんですけれども防塵防滴機能のないレンズを使う時は本当にもう濡らさないようにする濡れたらすぐ拭くっていうことしかしていないです。 カメラを三脚に据えて撮影なんていう時には雨カバーを使うっていうのもありだと思うんですけれどもストリート写真の場合はちょっとね取り回しの観点からついてるとすごく不便だと思いますもし特別な雨の日対策をしているっていう方がいらっしゃいましたらぜひコメントの方でシェアしてくださいさて次は雨の日に使っているカメラバッグですこちらアルティザンアーティストのカメラバッグです 防水機能がとても優秀で見た目もすごくかっこいいのでとても気に入っています私は肩こり症っていうこともあって普段はカメラバッグはバックパックを使うことが多いんですけれども雨の日は傘をさしているので背中からいちいちバックパックを下ろす作業っていうのがとても面倒なのでこういうショルダーバッグが使い勝手がいいですこの蓋の部分それからサイドポケットそして底の部分に使われている素材は防水素材です カメラバッグってレンズの取り替えの時に地面に置くことも多いので地面に触れる部分にこういう素材が使われていると安心ですその他の生地は撥水素材のようですせっかくなので防水面以外もご覧ください蓋を開けると前面にポケット2つ蓋の裏側にポケットが1つあります 蓋の開閉はクリップとマジックテープと二重でできるんですけれどもこのマジックテープが結構しっかりくっつくので私は普段クリップは使ってませんそして中蓋があって内側はクッション素材で3つに仕切られているんですがこれは取り外し可能です この中の間仕切りクッションが赤っていうのがポイントでカメラ機材は黒が多いのでこうやって明るい色が中に使ってあると中に入っているものが見やすくて助かります実際にどれぐらいの容量かというとこんな感じです ショルダーストラップはアジャスターが両サイドに一つずつついていて肩に当たる部分には滑り止めがついていますこのストラップの幅がちょうどいいなと思いましたあと滑り止めでしっかりと肩に乗っててくれるので肩幅の狭い女性でもずり落ちてくるっていうことがなくていいなと思いましたそれからこれとは別にショートストラップもついていますそしてちょっと細かいところを見るとファスナーの先のところが本側だったりしてこだわりを感じます 今いいところばっかり言ったんですけれどもちょっとここがなっていうのが2点ありますまずは中蓋ですこう素材がしっかりしすぎていてさっと開けただけでは元に戻ってきちゃうんですよパッと開けた時に開いたままでいてくれたらなと思いました それから旅行用のキャスター付きラゲージにポンと乗せて使いたい時があるんですけれどもこの短いストラップだとそれ用に設計されたものではないのでコロコロとラゲージを引いているとちょっとねずれてきちゃったりとかするんですよここにもう一つラゲージにぴったりとはめられるようなストラップが付いていたらいいなと思いましたバッグの重さは 1065g ということでこれぐらいしっかり作り込んであるバッグなら妥当だと思います それから機能面の話ではないんですけれどもこのバッグの黒の色味がすごく気に入っています黒って一言で言ってもすごくたくさん色がありますよねちょっとこう青みがかっていたりとかまあ黒って言っても実はダークグレーだったりとかまあそんな中でこのバッグの黒っていうのは本当に真っ黒っていう感じで深みがあってとても綺麗です。 これと全く同じデザインで、もう一回り小さいものもあります。私は D750 を入れることもあるので、大きい方を選びました。それからさっきちょっとご覧いただいたカメラストラップなんですけれども、このバッグと同じメーカーのものなので、ついでに紹介しておきます。本革素材ですごく馴染みが良くて、しなやかで気に入っています。 同じメーカーから本革ストラップ他にも数種類タイプが出てるんですけれども私は首にストラップが食い込むのがちょっと苦手なので首のところにクッションがあるタイプを選びましたしなやかで馴染みがいいっていうのはもちろんなんですけれどもこちらボディを傷つけない細かい配慮がいいなと思いました 他にもここのメーカーのもので使っているものがあるので今後おいおい紹介していきたいと思っています今回紹介した商品についてはこの動画の説明欄の方にリンクを出しておきますのでそちらをご覧ください次は私が思う雨の日の撮影の魅力についてお話ししていきます ちょっと前にインスタグラムストーリーズの方で雨の日の撮影は好きですかっていうアンケートを取りました結果は3分の2の方が好き3分の1の方が好きじゃないっていう回答でした 撮影対象によっては雨だと物理的に撮影が無理っていう方もいらっしゃると思うので単純に好き嫌いだけではないとは思うんですけれども結構多くの方が雨の日の撮影好きなんだなっていうことが分かりましたで私が思う雨の日の撮影の最大の魅力はというともう本当に単純なんですけれども撮影パターンが増えるっていうところです雨の日の日アイコンといえば傘 雨粒が実際に映っていなくても傘をさして歩いている人が映っていたり傘のシルエットが映っているだけでもその写真を見る人にはああ雨が降っていたんだなっていうのが伝わるしそれから傘そのものに存在感があるのでフレームの中で十分主役になりえるんじゃないかなと思います。 それから濡れた地面のおかげで町中どこでも水の反射を利用した写真が撮れますいつも見慣れた場所が濡れて反射することによって突如自分だけの撮影スポットに変身するっていうようなこともあるのでそういうのを見つけるのがとても楽しいです。 さらに夜の雨撮影は私の中では撮影ネタの宝庫っていう感じがしてお得感があります街のライトが水たまりに反射して滲んでいたりその水たまりに雨粒が落ちて波紋が広がっていくところとか水光反射の相乗効果でたくさんの撮影パターンを演出してくれます それからもう一つ雨が降ると街行く人たちっていうのは傘をさしてある程度視界が限られる上に水たまりに足を入れないようにということで視線は自然と自分の足元っていうことになります。 普段街中で観光名所じゃないような場所で撮影をしていると通行人の方々に何撮ってんのみたいな感じでちょっと軽く注目されてしまって撮影しにくい時があるんですけれども雨の日はそういう視線をほとんど感じることがないのでとても気楽に撮影することができますまああのざっくりではあるんですけれどもこの辺が私が雨の日の撮影を好きな理由ですそれでは今回はここまでです動画の内容気に入ってくださった方ぜひまたいいねボタンを押してさい で教えてくださいそれからインスタグラム投稿のお知らせをオンにするっていう設定ぜひしておいてくださいそれではまた次回お会いしましょうさようなら